もっと緻密に、もっと速く、もっと強く、もっと鋭く、4つのメイドインジャパン、ついに誕生。スピーディーなラリーを支配するコントロールプレイヤーへ、新生アルティウス誕生。新機構ビヨンドカウンターシステム搭載、フレーム上下部の設計を一新し、ホールド性と反発性という相反する性能を同時に向上させている。アルティウス01フィールは私も使っているモデルです。フレームの内と外でカーボンの硬さを変えているんですね。シャトルをつかむ感覚もありながら強く弾くこともできる、球を作るタイプの選手には心強いんじゃないかなと思います。アルティウス01スピードはとにかく振り抜きがいい印象です。速いラリー展開では強い武器になるでしょうね。新しいアルティウスは自分の目指すプレースタイルに合わせて選べるので、感覚にシンクロする一本をチョイスできると思います。スイングのすべてをパワーに変えるフォルティウスが生まれ変わった。新機構ビヨンドフォースシステムはスイング時のラケットの回転速度を上げ、より強いスマッシュを可能にする。これはもう振った瞬間に違いますね。力強い重量感というか、でも振ってみると想像以上に振り抜ける。フォルティウス10クイックなら強いだけじゃなくて鋭く切れたスマッシュが決まるんじゃないかと思います。今までパワー重視のラケットっていうとヘッドが効いたハンマーのような振り味が常識だったと思うんですけど、新フォルティウスは重量バランスを中心に集めてラケットのねじれもパワーに変えているんですね。特にこのフォルティウス10パワーは自分の力を思いっきり乗せられる重い球を感じます。プレイヤーの個性に合わせてセレクトできる4つのモデル、堂々デビュー。オールニューミズノ、ミズノの本気に触れてほしい。ゴーゲッツエン、熱くなれミズノバドミントン。